はい。で、大規模データ解析応用事例の、まず講義概要から始めていきたいと思います。で、オペレーションズリサーチとほぼ一緒なのですが、まあ一応、オペレーションズリサーチで聞いた人も聞いていてください。で、今日からですね、ちょっとね、ウィンターをレーザーにしましょう。今日は6月8日の火曜日の大規模データ解析応用事例、ズームでやります。火曜の2限ですね、今の時間と、3時間お昼休みを挟んで、4限から、1日2コマあります。同じミーティング ID を使います。ので、これで入ってください。皆さんもう来てるので問題ないかと思います。いいですね。で、本校が録画します。何らかのトラブルで接続できなかった。接続が切れたのでもう一度見たい。もしくはなんかレポート書くため、講義後に復習したいという場合のために、録画をします。で、講義後に YouTube にアップロードします。それで誰でも見られるようにします。皆さんの質問の音声は記録されます。まあ、声がどうしても取られたくないって人はちょっと申し訳ないんだけど、なるべく声で質問してください。で、カメラは顔、ちょっとプライバシーの問題がありますので、私も含めてカメラは常時オフ。で、マイクは質問時以外はオフにしてください。で、この前、オペレーションズリサーチでお願いしたことと一緒です。まあ、繰り返しになりますが、こちらだけの授業の人もいるので、一応念のため繰り返してます。で、講義中、の質問は歓迎します。マイクオンにして直接話しかけてください。わからないこと、まあ、マトラボが動かない、なんかエラーが出た、その数式がわからない、あと何がわからないかわからないから、もう一回説明してくださいというのももちろん質問です。わからないまま黙っていると、特に今、オンライン講義で一人でやっていると、隣の学生さんに聞くこともできないので、わからないまま進んでしまいますと、僕の方で進めていくと、わからないことがどんどん積み重なっていきます。ですから、遠慮なく質問してください。自分がわからないことは、他の人たちもわからなくて困っていると思います。で、質問は全体のためですので、遠慮なく質問してください。で、講義中、私が喋っているときにチャットで質問してくれる学生さんがいるんだけれども、僕も聖徳太子ではないので、講義で話しながらチャットタイプするということはできません。ですから、講義中はチャットで質問するのはすいませんが、やめてください。対応できません。それと、講義には TA1 名、今3年生の羽生さんが、TA として参加してくれています。で、羽生さんは去年、2年生の時、大規模の、とオペレーションズリサーチの、講義を取って、とても、よく頑張ってくれたので、今年 TA をお願いしました。羽生さん、もしいたら、一言どうぞ。はい、行きます。聞こえますか？はい、聞こえます。よかったです。羽生です。オペレーションズリサーチ受けてる人がほとんどなので、まあもうそんなないんですけど、大規模の方も引き続き TA やります。よろしくお願いします。はい、羽生さん、よろしくお願いします。何か演習中の質問とか、まあ、僕に聞きにくい質問とかあったら、羽生さんにぜひ聞いてください。で、羽生さんが本講義用にスラックを作ってくれました。前回、大規模と共用です。なので、ちょっと待ってね。大規模と共用でスラックがあります。このスラックのページがあります。これ、大規模のやつですね。で、このリンク、講義サポート用ワークスペースの、スラックのリンクがあります。で、一応スラックでリンクの期限があるので、まだの人が結構いるようですから、ぜひ、忘れないうちに、リンクして、あの、や、あの、こっち登録しておいてください。まあ、登録するだったらクリックして名前入れるぐらいかな。それぐらいだと思うので、ぜひお願いします。で、あとパスワードとか設定しなきゃいけないかな。まあ、やってください。で、こういうふうにスラックのページができていて、この場合、大規模ですね。大規模で、さっきより増えてるね。ちょっと、皆さん、こちらのチャンネルにも、登録しておいてください。で、大規模データ解析応用事例に関の講義に関する質問は、こちらにしてください。で、もう一個、オペレーションズリサーチの方は、こちらに質問してください。で、質問は、講義の内容、レポートの内容などに対する質問は、こちらのスラックにお願いします。メールだとちょっと対応できないし、
です。あと、スラックで、全体に見えるように質問してください。講義の内容でわからないことがあれば、例えば講義のここがわからないというのをみんなでシェアしてくれると、誰かが答えてくれたり、僕ももちろん、いや、僕や羽生さんも答えようとはしますが、皆さんで質問をシェアして、より良い理解をして、皆さん単位を取って、ください。僕は皆さんがしっかり勉強して単位を取ってくれることを、それがそれで講義取ってよかったと思ってくれればいいと思っています。はい、なので、まだ登録してない人、なるべく早く登録してください。ここで質問を受け付けます。いいですね。これ、この前と一緒ですから、まあ、ほとんどですね。で、まあ、前回と同じなんですけども、オペレーションズリサーチの人はごめんね、もう一回繰り返しになるけども、まあ、データ解析をやろうということです。データをモデル化する、データをモデル化する、解析するということを、数式の理解と、まあ、直感的な理解ですね、どういうことをやりたい、データからどういうふうな、ものを読み取るかという、データ解析の基本的な考え方を深めます。で、それ、まあ、なるべく直感的に説明しようと思います。で、それだけだと足りないので、もち理系なので、知能情報工学科の学生として、数学的理解、数式を使って、定量的に理解する方法を、理解してもらいたいと思っています。で、3番目、実践的理解。実践的理解というのは、まあ、プログラミングですね。数式使って、まあ、数式を使って数式解けましたというのも一つの理解なんですけど、それだと、じゃあ、実際のデータでこの数式がどう使えるのかというのを見てみないと、応用力がつけない、つかない、実践的な力がつかないと思うので、この本講義ではお願いしたように、マトラボを使って、インストールしてもらいましたので、マトラボを使って、実際のデータ解析をしていきましょうということをします。はい。ですね。まあ、これですね。これ、まあ、3つやっていきましょう。これ、まあ、みんな、直感的な理解と数式アルゴリズムの理解と、実装の理解ということを皆さん心がけてください。で、授業が終わった後に、まあ、授業終わって自分でやった後に、今日は何をやったのかをちょっと振り返ってみる。そして、数式、出てきた数式、スライドに出てきた数式、僕が、紙の上で書いた数式、が理解しているか、自分でそれが導出できたり、説明できたりするかということを自分で自問自答してみてください。そして、プログラミングによる理解ですね。コードを書いてみて、そのコードがどう動くかというのを理解する。まあ、講義の時間でも演習の時間を取りますが、プログラミングというのは結局自分で書いて動かしてみないとわからないところがあるので、説明はしますが、自分で書いて途中の変数はどうなっている、この変数をどう変えたらどう動くというのを、自分で積極的にやっていってください。で、まあ、これも、オペレーションズリサーチと同じだなと思って聞いていると思いますが、まあ、同じなんですね。まあ、でも、まあ、いいでしょう。で、まあ、これもいいかな。これも前回やったし、いいかな。前回やったしって聞いてない人がいるんだっけ、そっかそっか。まあ、再履修の人は去年聞いてるはずなんですが、まあ、従来の講義では、なんか、線形代数とか解析とか1年生でやったと思いますが、まあ、数式を板書に書いてもらう、ホワイトボードに書いてもらって、数式を理解して、定理の、定義、定理、証明みたいなのをやっていくわけですね。で、まあ、それが分かると、理論の背景を深く理解できて、まあ、それが、まあ、従来というか、それが伝統的な教育、数学の教育になっている。で、僕も思うんだけれども、線形代数の授業、皆さん受けたと思うんですね。そしたら、行列式、逆行列、ランク、回数ですね。あとは、特異値分解、固有値分解、固有ベクトル、そんなの勉強しましたよね。あとは何だろうね。偽逆行列ってやったかな。あとは何だろう。あとはいろんな定理がありますね。まあそういう、僕もすぐ忘れちゃったけども、そういう、まあ線形空間とか、あとまあいろいろそういうのやりましたよね。で、線形代数で、いろいろそういう、線形代数がとても綺麗な数学なんだけれども、定義とか定理の説明と証明と説明に終わってしまって、無味乾燥なところがあると思うんですね。で、それはいいんだけれども、僕なんかはそれを、学
生の時に事業として受けたんですが、じゃあこれがどうやって使えるのかっていうのは随分その後随分使わなかったんですが、プログラミングをして例えばニューラルネットワークとか、データ解析とかそういうのをやるようになると、線形代数で知っていることっていうのはとても大事だということが分かってきます。ですから証明というよりもより使える方法に力を置いた方が今の教育としてはいいんじゃないかと思ってこういうカリキュラムにしています。で、昔の場合にはこういうふうに理論を数式上でやって説明してもらうんですけども、僕らが学生の時には、それを、すぐプログラミングで実行するような環境はなくて、大学には大規模な計算センターがありますが、パソコンの、持ってたパソコンなんていうのはとても貧弱で、あんまり線形代数を計算するようにはできてないと。だから結局使い道がよく分からず、年を取ってしまうわけですね。で、年を取った後になんかこうプログラミングしようとすると線形代数を復習しないといけないという、まあちょっと短所があると。で、まあそれですので、本講義としてはこの長所のところ、今までの長所のところをちょっとここを抑え気味にして、理論の使い方とか、プログラミングのところ、でこういう線形代数や解析とか数学で学んだものがどのようにデータ解析に使えるのかということを重点を置いて、説明していきたいと思います。なので本講義での目的はデータ解析のさまざまな手法を広く紹介します。で、まあ、最新のデータ解析法もいくつか出します。結構難しい話、最先端の話が出てきたりします。で、まあ、そこも本当に理解しようとすると難しいんだけれども、こういうふうなことを考えてこういうことをやっている、そしてプログラミングを動かすとそれなりのものが出てくるというので、見てもらえばいいと思います。で、実際のデータ、音声のデータ、画像のデータ、そういうものを使って、それがどういうふうに、例えばどうやって画像圧縮をやるか、音声圧縮をやるか、ノイズを除去するにはどうしたらいいかというデータを実データを用いてそういう説明をしていきたいと思っています。で、まあそうですね、前提とするのは大学数学、大学の数学、まあ解析と対数学、まあ難しいところはおいおい説明していきます。で、プログラミングの基礎、まあMATLABを使ったことがない人も結構いると思うんですが、Python とかやってると思うんですね。まあ Python を使えれば MATLABを使えます。MATLABの方が楽です。で、MATLABを使う理由は、Python だと環境を作るのが結構めんどくさいので、MATLABにします。MATLABがフリーで使えるというか、フリーというか、包括ライセンスか、包括ライセンスで使えるので、都市大の学生さん、都市大の教職員含めて、ただで使えます。これはとてもすごいことです。なかなか MATLABって高いんで、なかなか使えないんですけどね。最近はMATLABのスチューデントバージョンとか、MATLABホームとか、比較的数万円で買えるのが出てきたんだと思いますが、企業でMATLABをフルで買うと数百万になります。なので、MATLABをインストールしてるっていうのはとてもラッキーですね。MATLABがあるというのはね。はい。で、まあ将来的な話ですから、まあ皆さん、この授業に限らず英語の、勉強しておきましょう。で、英語の本を参考書にします。で、英語の本、高いので買えとは言いませんが、もしこの授業を聞いて面白いと思ったら、参考書、2冊紹介しますが、買って読んだらいいと思います。で、英語が読めると、早いうちにから英語を読む癖をつけておくと、英語の方が日本語の本よりも、いろいろと幅も範囲も広くて丁寧な教科書が多いですから、ぜひ英語の本を早く読むと。で、遅かれ早かれ、今どんどん都市大は、英語教育に力を入れようとしてタップで、オーストラリアに行く人もいるでしょうし、3年では事例研究の中で、英語の論文を英語論文読解かな、なんかそんなのも入ってきていますし、4年生の研究室配属になって、4年生で卒業研究ですね、卒業研究をやると、ほぼ確実に、まあ、研究室にもよりますけど、まあ、ほぼ確実とは言わないけど、まあ、多くの研究室で英語の論文を渡されて、はい、これ読んでって言われます。で、その時に読めませんっていうよりは、2年生から準備しておくといいと思います。
まあ、英語の本、特に、理系の本っていうのは英語の本ですけど、数式があって、グラフがあって、プログラミングコードが書いてあるので、それほど日本語と英語と変わらないです。数式読めればね、数式が分かって、グラフが分かって、プログラミングが分かれば、途中の行間はそれほど難しくないので、英語の導入にはそういう理系の本を読むのは僕は一番いいんじゃないかなと思います。逆に哲学の本とか文学の本とか僕は読めないですね。読まないし読めないですね。なので、技術系の英語は決して難しいもんじゃないです。ルールがありますし、数式とグラフとプログラミングコードが分かれば十分なので、早いうちから読めるようにしましょう。そうすると卒業研究にも、楽になると思います。まあこれは一般的な心構えというか気持ちですね。この授業に関わらず。はい。で、ここ、評価基準ですね。レポートの課題は期末1回とします。ですから、7月の、いつだっけ、最終、20日前後がこの講義の終わりだと思うんですけど、それでレポート1回出してもらいます。まあ、演習、何か数式を解いてもらう。授業の、授業で、学んだ数式、授業で学んだ内容に対して、手で解いて、書く、数式ですね、数式を解いてもらって説明してもらう、これを導出しなさいとか、これを解きなさいという問題があるので、それを何題か出します。あとはプログラミング課題ですね、プログラミングを使してもらって、何か実データを、用いたプログラミング課題を解いてもらって、これも2、3題あるかな、2題、全体で3、4題ぐらい。のものを解いてもらいます。まあ多分1週間も一生懸命やれば解けると思うようなものだと思います。で、今、レポートですね、補足注意として、レポート、今オンラインなので、なかなか一人でやるとは大変だと思いますが、もちろんカンニングはいけませんが、カンニングというか丸写しはいけませんが、何人かで議論して、レポート課題を解くというのはお推奨します。一人でやってるとくじけることが多いので、できればなるべく皆さんいいレポートを書いて、来年また会いましたねということがないように、再履修にならないようにぜひ取ってもらう。再履修の学生さんはぜひ今年取ってください。2年生の学生さんももう今年取ってください。そうですね。講義ではマトラボを使いますが、もし Python を使いたいというのであれば、それでも構いません。あと、レポートに関する質問、講義に関する質問は、スラックにて行ってください。ですので、先ほどのスラックサイトでの、登録を早くお願いします。こんなもんかな？あと何だっけ？講義のスケジュール。今日はマトラボをみんな使えるような気もするんだけども、一応なんかオペレーションズリサーチでささっとやって、2時間、マトラボイントロって、皆さん、できました。あれ、なんか大丈夫でした？あれ、マスワークスが作ってるので、とてもいいやつだと思うんですけど、大丈夫でしょうか？で、なんかこっちの授業であっちの授業の話をするのは変な話なんだけど、マトラボをね、慣れておいた方がいいと思うので、もう一回、ちょっと違うマトラボ入門をやります。で、今日は演習多めにします。で、それが終わったら、行列分解の、行列分解っていうのは、まあ、特一分解とか、まあ、行列近似、最小二乗法、規約行列。まあ、聞いたことある話と聞いたことない話があると思うんだけども、まあ、びっくりせずに聞いててください。で、行列分解の2と、主成分分析、固有顔、アイデンフェースですね。次元の決め方、次元打ち切りと、ランダム回数分析、ここら辺は結構難しい話になります。で、時間周波数解析のところで、フーリエ変換、フーリエ級数、フーリエ変換、離散フーリエ変換と高速フーリエ変換。まあこれ、時間の、ドメインから周波数のドメインに関してですね。その話を説明していって、これの応用として時間周波数解析のところで偏微分方程式、フーリエ変換を使って偏微分方程式を解きましょうとか、で、フーリエ変換のちょっと高級なファンとしてウェーブレット変換とか、それを使った画像解析、多重解像度解析というのをやって、まあ、こういうことを使って、で、こういう数学が
画像や音声の解析にどう使えるかというのを見ていきます。で、最後のところはクラスタリングと分類解析という、クラスタリングと分類解析というのは、機械学習でいうと、このクラスタリングは教師なし学習、与えられたデータをの特徴抽出をして、そしてその、似た抽出性質を持つものをクラスタリング、まとめる、クラスターっていうと、今ちょっとコロナで、イメージ悪いですけど、クラスターっていうのはまあ塊ですよね。で、クラスタリングっていうのはそのデータを塊にするということです。例えば、人の顔を持ってきて男性の顔にまとめる、女性の顔にまとめるっていうのをクラスタリングとして言います。で、もう一つ分類解析というのをして、分類解析というのは、与えられた画像が、与えられたデータがクラス1に属するかクラス2に属するか、まあ、平たく言うと犬の絵と猫の絵が与えられて、それをどちら、この画像が与えられていて、それは犬か猫かというのを分類する。ですから分類、クラシフィケーションということですね。それをやる。で、それにはクラスのラベルがついている。この絵には犬というラベル、違う絵には猫というラベルというのがついているので、そのラベルのことを教師と教師信号といって、これを教師あり学習ということを言います。機械学習の2つ、1つですね。で、こちら、クラスタリングの方は教師なし学習で、分類解析の方は教師あり学習になります。で、もう一つ機械学習の大きな分け方として強化学習というのがあるんですが、まあ、それは、この授業ではやりません。なので、クラスタリングの話と分類解析の話をして、多分時間切れじゃないかなと思って、去年もなんか最後終わんなかったしね。まあ、やれるとこまでやっていきましょう。はい。そうそう、一言言い忘れたんですが、質問の話。ここ書くの忘れちゃったかな。質問の話、質問ぜひしてください。わからないところはぜひ質問してください。で、質問してくれた人、メモっておきます。で、積極的に質問してくれた人は、メモっておいて、後で、成績に加点しようと思っています。前回の大規模じゃないや、前回のオペレーションズリサーチやってて、混乱してるんですね。すいません。聞いてる方も混乱してると思うけど、これね、同じ、こう、同じ、こう、カリキュラムはちょっと、カリキュラムというか、時期が悪いよね。なんかこう、愚痴のようですけども、ちょっと喋ってて、どっちが大規模だか、どちらがオペレーションズ自産者だか、自分でちょっと混乱するときがあるんですね。皆さんもきっとそうかもしれませんが、両方受けてる学生さんは混乱するかもしれませんね。ちょっと時々なんか混乱したことを言うかもしれませんが、そしたら混乱してるとか教えてください。前回のオペレーションズリサーチで言いましたけれども、積極的に質問してくれた学生さんは、講義を盛り上げてくれたということで、加点しようと思っています。だからレポートに、その質問点みたいなのを足していこうと思っていますので、わからない。ことがあったら積極的に質問してください。それぐらいかな。そうですね。これ、ここら辺。これですね。これで、今日は、マトロボの使い方、もうちょっとハンズオン的なことをやろうと思うので、この本の、特に役に立つのそうなところ、変数と関数と、なんだっけな、プロットと、行列代数と、あとは、なんだっけ、後でスライドがありますが、そこの部分をちょっと、演習も含めてやっていきたいと思っています。この本よ、大変読みやすい本で、コードもいっぱいあるので、ちょっと厚いんだよね。英語の本って、内容はいいんですけど、厚いくて重い。で、ただ英語の本っていうのは、あまり飛ばしてないというか、順に読んでいけば分かるように書いてあるので、厚いけれども、びっくりせずにゆっくり読んでいくと、なるほどというのが多い。日本語の本はなんか最近、出版社の関係であんまり厚い本、出したがらないんですよ。僕も昔本を書いたときにあんまり厚い本を書くと売れませんって言って怒られたことがあるんですが。なんで、
熱い本になると売れないから薄くしてくれって日本だと言われる、僕だけじゃないと思いますが、そうするとなんかどうしても内容が飛んじゃうんですよね。英語の本は熱いんだけども丁寧に書いてあって、最初から読めば、まあ、ついていけるような本が多いと。特にこの本はマトロボの入門書として、僕は全部見たわけじゃないです。もちろん全部見たわけじゃないですが、この本いい本だと思うので、まあ、比較的最近ですね、2017年なので、ぜひ、読んでください。まあ、図書館に行ってマトロボの日本語の本を一冊、ちゃちゃっと読むのもいいかもしれませんね。で、チュートリアルやってくれたので、もういいと思いますが。で、まあ、内容としては、まあ、こちらの方、内容というか、マトラボが慣れた後にこれをやりますので、これをやっておきますね。はい、で、まあ、これは前回話したし、まあ、マトラボの紹介ですからいいし、知ってますね。はい、じゃあ飛ばしましょう。ここまでで何か質問がありますか、今日。ほとんどオペレーションズリサーチと同じだな。そうです、一緒です。なので、ルール的な説明です。で、あと、大規模だけ出てる学生さんとかいると思いますが、質問ありますか？じゃあ、ここまで大丈夫ですね。はい。では、早速ですが、あ、出席やってなかったね。ごめん。後でやろうと思って忘れちゃった。今、あ、90人いる。よかったよかった。さっき最初85人だったのが今90人になってます。オペレーションズリサーチと一緒です。マトラボでランドアイとやって出てきた数字、今入れといてください。出席取らないと怒られちゃうんだよね。あと、羽生さん、すいません。出席確認僕時々忘れるので、出席確認まだですかとかチャットとかで教えてください。はい、了解しました。はい、すいません。はい。で、さっきランドアイっていうのを入れると何かっていうね、これちょっとフォント大きくしましょうか。見やすくしましょうね。そうするとランドアイって言うと、まあ、8番。皆さん違う数字が出てると思いますが、何でもいいので、1から9まで入れといてください。はい。それで出席とします。まあ、ちなみに、あ、これ YouTube 撮られてるな。まあいいや。出席点はないです。でも皆さん出てください。出てくださいって、なんか、今大学として出席取らないといけないしね。あんまり悪いと、出席率悪いと、ご父兄に、ご両親に連絡が行くしね。あと渡部先生が、2年生の担任の渡部先生が大変ですので、出てください。はい。でも点数には響きません。私は出席は見ますが、点数としては加味します。はい。出席大丈夫ですね。では、ちょっと、行きましょう。で、大規模データ解析応用事例のマトラボにも、また同じかということで、なんですが、ですね、スライド、ウェブクラスに載せてますが、前半は一緒、前半はオペレーションズリサーチと一緒です。で、オペレーションズリサーチと一緒なので、オペレーションズリサーチの人は、聞かなくていいですじゃないやな。やりましょう。オペレーションズリサーチの人は、このスライド追加してありますので、このスライド、の後半です。同じかなと思いながら思ってたと思いますが、実は同じじゃないので、見といてください。あとそうですね。前回、オペレーションズリサーチで言ったこのマトラボのこの
こっちの方ですね、このブラントンの本の、コードのインストールとか大丈夫でしたか。こちらの本でもこれを使います。こちらの、大規模の方でもこれを使います。これで面白そうなところを2つに分けて説明して大規模でやる方と、オペレーション18でやる方と分けています。一応どちらか1つしか受けてない人でも、分かるようには授業は分けます。なので、大規模の人は大規模だけ取ってくれればいいし、オペレーション18だけの人はオペレーション18だけ取ってくれればいいです。これインストールオペレーションズリサーチを取っている人、お願いしましたが、皆さんこれ入れてインストールして走ってエラーが出ず、何か、例えばこういうコードですね、このコードを動かして、犬の絵と、これ固有値の分布ですね、特異値の分布がありますが、ここまで問題なかったですか？大規模だけ取ってる人、3人さっきいましたが、この、去年、多分受けてる人なんだよね。去年、受けてる人なので、ここ一緒です。ここ一緒なので、この、ところ、見て、ダウンロードして、インストールしておいてください。わからなかったスラックに。で、今大丈夫ですか？去年受けた人はこれやってるよね、きっとね。なのできっと大丈夫だと思います。じゃあ皆さんここできたと思っていいですね。ここまでこのコードをダウンロードして入れるとこまでいいですね。はい、大丈夫でしょうか。何か問題があったら教えてください。じゃあ大丈夫かな。じゃあ今日はマトラボのちょっとこの、ここのところ、ここまでは、ですね、これ、あとマトラボの、これですね、これも、前回、オペレーションズリサーチでやっておいてくださいって言ったんですけど、大丈夫かな。で、ですね、じゃあ今日は、ここは前回とは違うので、ここは前回と違いますね。ここはまだ皆さんに見せてない。スライド、オペレーションズリサーチが大規模の方でのウェブクラスにこれ載ってますので、ダウンロードしてみてください。で、マトラボの演習をやっていきましょう。で、そっか、これですね。あ、そっか。変数の部分。やってると思うんだけど、もう一回やってみましょう。それで、ここを説明して、ちょっと演習10分くらい取りましょう。で、関数をやって、関数のやつを説明して、10分ぐらい演習。で、コントロールステートメントのところ、制御構文、ね、をやって、また10分ぐらい演習。というのを、5セットやりましょう。今日のこれからと、午後、4限目がありますので、それでこれが終わるといいかなと思っています。で、興味、ここでの説明を、かいつまんこの本の説明をちょっとかいつまんでるのですね。で、これを説明するのに、ね、まず変数の説明をしていきたいと思います。で、スカラー変数、ベクトル変数、行列変数、配列変数、論理変数、文字変数、セル、構造体、あとテーブルっていうのもありますね。で、コロン演算子。これがどんなものか、ざっと見ていきましょう。で、これ前やったやつですが、変数の定義、何でも名前がいいですね。名前がいいですが、ASDF って適当に打ったやつが、に数字7を入れる。これ2個、この、小なり、大なりか。大なりのこの記号があるときには、
マトラボのコマンドプロンプトで入れてると思ってください。で、なんか変数を入れて、入れると ASDF っていうふうに、な変数の中に7という数字が入ってる。まあ、これ、Python とかでやってる。他の言語でも一緒ですね。で、マトラボで、他の言語と違うのは、マトラボとしては、このセミコロンをつけると、出力を出させない。まあ、静かになる。まあ、全部出力を出すと、マトラボのコマンドウィンドウが出力でいっぱいになってしまうので、こうやってセミコロンをつけることがよくあります。で、whose コマンドで現在の変数を確認して、今何があるかというと、ASDF というところが、1×1 ってスカラーですね。この今スカラーと言ってるのは、ベクトルみたいに成分がいっぱいあるんじゃなくて、1つしかないというのが 1×1。これはまあ 1×1 の行列やベクトルと言ってもいいですね。で、これは、ダブル、倍精度になっていて、8バイト使ってますよと言っていいですかね。で、まあ、マトラボでやると、ここに入れたんですが、例えばこの ASD、これですね、クローズコール、練習しましょう。それでこれを入れると、こう出てきて、これ入れると答えがこう出てきますね。で、これを入れると、出てこない。で、今、ここに ASDF っていうのが、答えがあって、答え変数があって、それが7という数字を持っているということがわかる。で、whose というのをやると、今どういう変数があるかわかるってやつですね。今、answer っていうのが入ってるけど、まあいいですね。で、一つ、関数名の、注意として、一般的な注意として、mean という、例えば mean というのがありますね。mean というのは平均を求める関数なんです。で、which というのをやると、mean というのはどこにある関数ですか？で、MATLAB のパスの中、僕の場合だと、2020の Toolbox の MATLAB のデータファンの mean.m という関数が、mean を記述していますよと言っているんですね。やってみましょう。ここで、which mean。とすると今ちょっと切れちゃってるけど、マトラボのどこにパスがあるか出てくる。それで、ここのところで、でも、mean という平均値だと思って、例えば100とかやってしまうと、mean というのは今度何かっていうと、which mean やると、mean is a variable って出てきますね、今度。先ほどまでは mean は関数だったわけです。平均値を求める関数だったんだけども、こういうふうに、mean を数値にしてしまうと、マトラボは今度は変数だっていうふうに言ってるわけですね。で、こういう組み込み関数、ビルトイン関数っていうのがありますが、まあ、関数の名前、は、マトラボは普通はなんかこういう関数の名前を変数にすると、プログラミング言語によってはエラーが出てくるんだけど、マトラボはそこのところはとても柔軟というか柔軟すぎていいのかなと思うんだけど、この関数よりも、こういうふうに変数にしてしまうんですね。なので、これだと、関数なのか変数なのかとても紛らわしいので、こういうのはやめましょう。で、こういうふうに、マトラボの関数名として組み込まれているものは、変数名に使わないようにしましょう。で、ここでクリアとしてみると、今、ここのところに、今、mean というのがありますが、ここのところをクリアって消してみましょう。そうすると、今、ここ消えましたね。それで、which mean というのをもう一回やると、今度は mean という変数はなく、mean という変数は消されたので、関数だと言っていいですかね。で、今説明したのは、こういうふうな関数の名前、関数の名前を変数名には使わない。これ、バグの元です。これをやられると結構、どこにバグがあるか分からなくなるので注意してください。あ、いいですね。スカラー変数。そして、今度はベクトルと行列と配列線数というのがあって、行ベクトル、ローベクターというのをこうやって、これ横のベクトルですね。で、これは 1×1234567 だから、1×8、行列としては 1×8 の行ベクトル。で、同じ、今度はコラムベクトルといって、
1、3っていうのは同じ、ここまで一緒なんですけど、ここのとこに、コンマが、1つありますね。クォーテーションマークが1つありますね。クォーテーションマークが1つあると、これはあの行列の展示ということで、8×1 行列、縦長になります。ちょっと見てみましょうか。ここでローベクトルっていうのを入れてみますね。ローベクトルを走らせてみると、ローベクターは、横に並んでいく。で、今度コラムベクターというのを定義して、ですね、ローベクターとコラムベクター、これ違いますよね。これあの数値的には一緒だけど、横に並んでるか縦に並んでるか、これは全く違うものになります。これで数字と見てみると、コラムベクターは 8×1、ローベクターは 1×8 になっています。ですからこれ、例えば、よくマトラボでやる間違いとして、プラスローベクターとすると、ちゃうのか、これマトラボ足しちゃうんだよね。本当はエラーが出てたりするんだけど、これ紛らわしいんですよ。あのこういうふうに、マトラボ足してくれるのね。これはあの違う次元のやつを保管して足してくれるので、本当はこれとこれっていうのは足し算できないんだけど、マトラボは保管してくれます。なので、分かりにくくなるので、違う次元のものを足さないようにしてください。で、これがコラムベクター。横長のベクトルと縦長のベクトル。これが縦長のベクトルですね。コラムベクトルというのは縦長で、ローベクトルというのは横長のベクトルになります。それで、今度は行列。行列はこれと。行列、マトリックスというのは、これは 3×3 の行列。適当になったやつですね。はい。このさっきの、行列。行列は 3×3。1、3、2、こう入れると、横に、これ1行目、2行目、3行目というのがなるので、これが1行目、そしてこのその下に2行目の、3成分、次に3行目の3成分というので、これは 3×3 の行列を作っている。だから行列を作りたいときには、例えばこういうふうに、数値を入れるということをする。そうですね。で、配列というのは別にベクトルも行列、列ベクトルも、行ベクトルも、列ベクトルも行列も配列なんですが、まあ、アレイという言葉を使って、まあ、アレイは、この、こいつらの高次元版だと思ってください。まあ、こういあの行列も列ベクトルも実はアレイなんだけれども、高次元の時には、アレイっていう、高次元というのは足が3つですね。これ次元が3つあるでしょう、これ3つ。だから、この、この場合は、行列の場合には成分が、例えば行列の i、j とかあって2成分、ベクトルの場合には i ってあって1成分ですね。この場合は、添え字があって i、j、k ってあるようなものを配列、3次元の配列、もしくは、高次元、もっといいですよ、2×、i、j、k、l、m、n、そう考えてもいいです。任意に大きくすることができます。それを作って、そこのところに、こういうふうなものを作ってみる。これは何をしているかというと、アレイのところにゼロスというのは、2×2×3 の配列で全ての成分がゼロのものを作りなさいということのものです。で、それに、これは、ここを固定するとこれ行列ですね。そうすると、ここを固定すると、ここ1番目のものは、成分が全部1にしなさい。2番目のところは全部2にしなさい。3番目のところは3にしなさい。というのを、作ってみましょう。ちょっと走らせてみると、今のコマンドですね。これをこうやって走らせてみます。これをコピペして走らせてみます。それで今、アレイというのが今作ったと。それでアレイというのが何ですかというふうに中身を見たいときにタイプしてみると、1番目のところが、1。2番目のところが全部2、3番目のところが3。で、まあ、ちょっとだけ説明しましょうかね。これどんどん。これで、まあ、ベクトルってこんなもんですよね。まあ、これ列ベクトル。
ベクトルとこういうふうにやって、ここに数字が並んでるような。これがベクトル。で、二次元の場合には、行列の場合には、これがこうあって、点点点。これはマトリックスですね。これが行列になって。それで、今度アレイの場合には、三次元の場合には、こうあって、まあ、こうなって、ここが行列になって。それが、二枚目こういうふうに重なっていて、3枚目こういうふうに重なっていて、点点点ってこんなふうになっていいですかね。これは、行列の時にはここに i という添え字がある。だからベクトルの v というのは、 v というベクトルはなんか vi という成分がある。行列の場合は m という行列があって、これは m の ij、っていうのがあって、こっちに i が走って、こっちに j という添え字が走る、ね。それでマトリックス、アレイの場合は a にしましょうか。 a イコール a の ijk とすると、ここが i ですね。ちょっとかぶっちゃうんで、こっちに j と書きますか。 j、 そしてこっちの方に k、はい。そうするとこの k を一つ決めると、これ行列になりますね。aij と。さっきのやつは、ここが、これというのが、a というのが、さっきのやつは 2×2×3 あったので、この行列が1個が 2×2 の行列になっている。それ 2×2 の行列が3個あると見てもいいわけですね。これいいですか？これが配列の説明ですね。そうすると、こっちか。こっちかな。そうすると、その行列の、今あれの 2×2×3 のところで、一番最初のところが、一番手前の行列が成分を1に持つ行列。これ次が2が、2番目が2を成分に持つ行列。3番目のやつが3を成分に持つ行列。こういうのも作ることができます。ここ大丈夫ですか？この、変数のやつですね。で、まあ変数の確認はいいですよね。また、何度かやってるように、フーズというのをやると、この次元と大きさが分かると。で、まあ、マトラボで特に指定しない場合は、数値はダブルになります。で、あまり詳しく、あとは、ヘルプを見てもらえばいいと思いますが、ダブルっていうのは結構メモリを食うので、インテジャー、イント8とか、なるべく整数型で次元を、画像の場合はそういうふうにメモリを抑えるとか、大きいときにはやらないといけないと思いますが、まあ、あまりここでは使わないのでいいでしょう。まあ、マトラボの変数の型みたいなので、ググると詳しい説明が出てくるので、もし知りたい人は、見てください。C とかだと、この関数の型っていうのはとてもガチガチで、定義してちゃんと使わないといけないんだけど、マトラボは逆にゆるゆるで、整数と、倍精度の足し算とかいうふうなのを平気でやってくれます。のでそこら辺は結構マトラボの融通が効くところではありますが、C とかやってる人によるとなんじゃこりゃと思うかもしれませんが、まあ、この緩いところが、やりやすいところの一つではあるんですね。で、これが数値ですね。まずさっきのスカラーの変数 と、ベクトル行列配列というのを、説明しました。数値の、変数です。まあ、これ、こういう行列とか、ベクトルとか今後たくさん使うので、慣れておきましょう。で、もう一つ、論理変数。論理変数というのは、真か偽かですね。正しいか、間違ってるかな。0、1を取ります。例えば、これはどういうことかっていうと、if everything OK という変数に対して、これは代入するというときのイコールです。で、イコールを2つ重ねると、
1と2が正しいかどうかというのの判定になります。1イコール2という1と2が同じかどうかという判定。いいですかね。これ1と2代入じゃなくて、1に2を代入するんじゃなくて、1と2が同じですかという論理演算、論理計算で、このイコールは代入する。で、何をやってるかというと、1と2が同じですかどうかというのの、判断をして、それを、この新しい変数、is everything OK に代入しましょうと。そうするとできたのは、if everything is OK というので、今度サイズ1で、今度は1バイトしか使っていません。それで今度はロジカルになります。ロジカルというのは正しいか正しくないかです。ちょっと走らせて見てみると、ここですね。これを見てみましょう。If is everything OK ってやってみましょうね。しましょう。それで is everything OK っていうのでやってみると、ロジカル、is everything OK っていうのは、これは、ロジカルな変数で0ですよって言って、まあ0というのは偽っていうことですね。間違ってっていうことですね。is everything OK。1と2は違うものなので、まあ当たり前ですが、1と2は違うものなので、これはロジカル。というふうにロジカルで偽で、例えばここをさっきのところ2と2は等しい、まあトリビアルですね。そうすると is everything OK は何ですかって聞くと、今度は true になっていて、ロジカルで答えは1になっている。まあ論理変数ですね。でマトラボのすごいところは、この論理変数と普通の数字の足し算ができる。で今Everything is OK っていうのをが1ですね。論理で、論理変数で。それで今度は、ちょっと消そうか。消してみましょう。で、こうですね。Is everything OK っていうのの、今、論理変数でさっき答えが1だったんですね。それで今度、3というのは数字なのでダブルになってますね。なので変数が違うんだけど、足してみると、4になっていて、フーズをすると、is everything OK っていうのは今度は、さっき、ロジカルだったのが、今度は、8、今度はダブルになってますね。数値と論理変数、数値変数と論理変数というのを、足し算すると、型を合わせて計算してくれる。まあ、ここら辺は便利ですね。エラーが出ることもあります。はい。いいですよね。この論理変数。論理変数とスカラー変数を足すとスカラー変数になってしまう。ということを今説明しました。それで、論理変数。文字変数の話。文字変数は今度、ダブルクォーテーションで入れます。ネームバリアブル。マイク公演と。マイコーエンとさっきの本の著者ですね。今、オランダ?デンマーク?どこにいるんだっけ?の人ですね。アメリカ人だと思います。マイクコーエン。去年日本に来てましたね。マイクコーエンが、これ。というふうに定義してる。で、この、シングルクォーテーションマークを使うことで、ここは文字列ですよというのを教えてあげる。そうすると、マトラボでこれが出てきたのが、これは、16文字の、チャーですから、キャラクターですね。キャラクターであると。文字列であるということを教えて。で、マトラボで1番目の数字を、1番目の、この文字列の1番目の文字を出したいときには、このネームバリアブルの、これ、添え字の何番目を引っ張り出すという意味ですね。1番目を出すので、M が出てきて、ここが出てくる。それで、もう一つマトラボの、特徴的なものとして、その、インデックスをエンドにすると、一番最後のものを取ってきなさいということで、ここがパーセントになる。これパーセントを出てきます。それと、このコロンインザイスで説明してないけど、エンド、ネームバリアブルのエンドからマイナス1なので逆順、マイナス1個ずつ減らしていって、それで1番目に行きなさい。つまり、ここからこういうふうに行きなさい。こういうふうに後ろに行って、だんだん前に行きなさい。すると、この文字列を逆向きにしたものが得られます。マイク公演、こっちから、右から左に読むと、マイク X 公演、なんちゃらなんちゃらっていうのが出てきますね。で、こういうふうに文字列が出てきます。これもやってみると、マイク公演で、
まあ、これもこうやって走らせてみれば、こういうのがこの、マイク公演のやつで、1番目と最後と、マイク公演っていうのが出てきます。16文字かなのが出てくると。フールってやると、これが、ネームバリアブルで16文字でキャラクターっていうのが出てきますね。で、ここまでいいですかね。で、文字変数っていうのはちょっと特殊で、慣れというか、ちょっと癖がある。で、ストリングの4というのは、これはキャラクターとして4を定義した。これは文字ですね。で、ナンバーの4というのを4で定義して、それでじゃあこれ足し算できるのかというと、足し算できちゃうんですね。ナンバーの4とストリングの4。ストリングの4というのは、ASCII コードで52なのかな。52だから、ナンバーの4と足して、ナンバーの4と、ナンバーの4が4で、ストリングの4が ASCII コードにして52にしてくるので、56という数字になってしまう。これは結構不思議な計算ですね。これはエラーが出ないというのは、マトラボのいいところか悪いところか分かりませんが。で、ですね、ちょっとじゃあこういうのをやってみましょうかね。これ今定義したやつね。これを定義して。これで、これを足すと、52で出てしまう。足し算すると56になってしまう。で、マトラボのコマンドで、文字列を、数字を文字列にしたいとすると、これは、今、ナンバー4というのは数字でしたね。それを、num2 とは、数字を、キャラクターに直すというコマンドをすると、今度、これ、コロンがついて、クォーテーションがついてるんで、ストリングになります。で、じゃあ、このストリング、これを見てもらうと、これが今、ストリングになって、キャラクターになっていて、こっちもキャラクターだから、足せば、44って文字列が出るでしょうっていうふうに、Python とかだとそうなりますね。それを期待するんですが、これが逆に104になりますね。これがだから52になって52になる。つまり、プラスを使ってしまうと、これが数値だと思って、数値と思って計算すると。ちょっとこれ、癖がありますね。で、文字列として足したい場合には、このカッコでくくってあげると、四角カッコでくくってあげると、44で出る。ちょっと特殊ですよね。ちょっと特殊なので、文字列と数値を、組み合わせたいときには、ちょっと工夫というか、注意が必要です。講義で使うかもしれませんが、ラベルをつけたりするのを使うかもしれませんが、ちょっとここら辺、文字列と数値の、まあ、こういうのがあるんだぐらい、覚えておいてください。これですね、文字変数。で、セル変数。セル変数というのは、先ほどの文字列、ベクトルですね。ベクトルの時、1、3、25っていうのは、これ全部数値でしたね。数値の時には列ベクトルとして、これ数値データとしてまとめられるんですけど、たまに数値と文字を混ぜたい時があります。その時には、セルというのを定義します。セルというのは何かというと、セルは、この、ここで、これ、中括弧っていうんだっけ？中括弧。さっきはこの、行列はこれですね、この四角括弧で、作ってたんだけども、セルはこの中括弧で作ります。数値と、数値データと、文字列と数値データを混ぜることができます。時々こういうのはデータ型で必要なので、覚えておくといいでしょう。そして、2番目の要素が欲しければ、A の、これも中セルの時には、セルというのを明示的に教えるために、中括弧を使います。この2番目を使うと減る。これでもちろんこれを A の1とやると52が出てくる。で、セルを初期化したければ、さっきのマトラボの、行列の0を作って0を作ったように、セルというので2と4を作ると、2と4の、箱というか、メモリの場所ができます。ここのところに、2行を4列のセルができます。ですから、ここのところで、これは別に数値データでもいいし、文字列でもいいし、何でもいいんです。どんな形、論理変数でもいいし、
違う変数をまとめるためにセルというのがあります。でセルはこういうふうにまとめセルというのはこの違う型の変数を一つにまとめるときに使います。で、構造体とテーブルをやって終わりかな。あ、そっかそっか。これをやりましょうかね。マウスの情報、マウス、これですね。構造体って Python とかでストラクチャーですね。ストラクチャー、やったかな。Java とかでもやるんじゃないかな。とすると、マウスの情報、マウスという変数構造体を作って、マトラファのまたいいところは、これ宣言しなくてもいきなりマウスというのの構造体を作っています。この前に構造体を定義する必要はないです。で、ここのとこにマウスのドットネーム、マウスというのは性質のドットっていうのですね、マウスの性質、名前という性質は、ミッキー、マウスの、手術した日は、この日。で、マウスの、遺伝子のタイプはワイルドタイプ。まあ、これ内容はいいですが、マウスのエイジというのは生まれて65日目。で、マウスの、まあ、実験したんでしょうね。何本電極使いましたかっていうのが、例えば3つ。で、これマウスというのができると。ちょっとこれを走らせてみましょう。で、構造体、ここかな。ここのところで構造体。ちょっと一旦クリアして。そして、ここのところでマウスネームをして、これを走らせておきましょう。そうするとマウスというのができて、マウスって何ですかっていうと、マウスというのは、1個の、今1匹しかいないので、1匹目のマウスを持っている、ストラクチャーだと、構造体だと言っていますね。で、今それでマウスしてみると、マウスがこういうふうに、マウスというのはストラクトで、その中に名前とかこういうのが入っている。それでこのマウスの中身が見たければ、マウスの中身、ネームというので、こうやってマウスネームでミッキーとか出てくる。で、今1匹しか定義してないんですが、同じように2匹目のマウスをこういうふうに、こっちかな。今1匹目定義しましたね。それで2匹目のマウスを定義するのに、こういうふうにやりますね。これは今度はミニ、女の子かな。女の子のマウスを定義しましょう。そうするとこういうふうに、同じように名前とサージェリータイプ、デートとジーンタイプとエイジとナムエレクトローズというのをこうタイプして、例えばこれをコピーして、ここのところでやってみる。そうすると今度はフーズとすると、マウスというのが、1×2、2個。マウスが2匹いるってことですね。1匹目、2匹目いると。それでマウスの中で、こういうふうなものが、同じような。先ほどのマウスの、ミッキーを引き立てれば、の、例えばネームとするとミッキーで。これで2番目の、名前が欲しければミニーが出てくる。それで、マウスの名前が全部欲しければ、ミッキーとミニーが出てきたりしますね。これいらないかな。これでもいいのか。これでいいのか。これ出てくるとミッキーとミニーが出てきますね。じゃあ、マウスの、マウスのエイジが知りたいとすると、これはこれをつけないといけないかな。これをつけると、65日のと82日というのが、1匹目が65日で、2匹目が82日というのが出てくる。まあ、これ構造体ですね。何かこう、この場合はネズミが、マウスがどういう性質を持っているか、ひとまとめにしておきたいときとか、非常に便利な書き方になります。ので、やってるかな。そうですね。こうかな。で、あとは、あまり僕も使わないテーブル変数というのがあって、テーブル変数というのは、入れると、名前、この人5人がいて、5人の人に対して、年齢と、タバコを吸うか、喫煙者かどうか、身長と体重と血圧を乗っけたようなやつ。まあ、例えば、成績表を作りたい場合、学生さんの名前と、
英語の成績、数学の成績、国語の成績みたいなのを作りたいですよね。そういう時にテーブルを作る。テーブルを作る時の変数としてテーブル変数というのがあります。で、これも何か実験データをまとめる時とかには便利です。あんまり授業では使わないかもしれませんが、僕も実験データ、被験者のデータとかをまとめるのにこのテーブル変数を使ってお伝えします。で、これ見てもらうと名前が5人いて5個あって名前年齢も5個あって、これ全部5個の変数ですね。で、同じ長さの種類の違うものを持ってきてそれを、テーブルというコマンドを作ります。そうすると今いくつでもいいんですが、今5個、これ名前が5個、エイジが5個、喫煙者かどうかの情報が5個っていうのは全部5個入ってるわけですね。これを入れるとこの人に対してこの性質を持っているようなものがこういうふうにテーブルとして作れる。これもまとめられているわけですね。で、これ一つやってみましょうか。こっちも走らせてみると、で、こんなふうな、この変数を持ってきて入れましょうと。そして、これをテーブルとして作りましょう。そうすると、テーブルができて、こんなふうにテーブルが出てくるというわけですね。で、これはアメリカなので、アメリカので人が書いたやつなので、身長とかがインチになっていますね。インチになっていて、ハイトもポンドになってますね。だからポンドは、1ポンドが、450グラムぐらいかな。だからこれに 0.745 ぐらいをかけたのが、キログラムでの体重。で、ハイトはこれ、インチなので 2.5 センチだかな。2.5 ぐらいかけると、センチメートルになります。まあ、ここら辺、まあ、どうでもいいことですけどね。で、これで、キーのウェイトか。ウェイトってやると、そうすると、このウェイトのデータだけ取り出すことができる。で、ウェイトのデータを入れておきます。ね。そして、t の、今度身長だけ出したいと、こういうふうに出すことができる。で、ボディマスインデックス、身長を、しかも体重を身長の2乗で割ったようなもの、というのを5人に対して計算しましょう。今、体重が、ポンドなので、ここを、キログラムに直す。で、身長が、インチなので、0.025 をかけて、メートルに直す。そして2乗をかけて計算すると、この人たちの、BMI ですね。20だと、まあ、結構痩せてる。こう、24だとちょっと太っぽっちゃりかなっていう感じですね。こういうのが計算できたりします。テーブルというのもこういうデータをまとめて、例えばこういう被験者、皆さんが実験データをすると、卒業研究で実験データをまとめるときに、被験者とその被験者の個人情報とデータと、なんかまあ、実験の結果みたいなのを入れていくのに便利な変数になって、これを一つにまとめておけば、これで、もちろんこれ、これでやってもいい。こう、マトラボで作ってもいいですし、Excel で作ってもいいですね。こういうふうに作る。まあ、こういうテーブルみたいなのがあるというふうに、と、実験データをまとめるのにとても便利です。で、ちょっと今まで使っててちゃんと説明しなかったのが、コロン演算子。これ、Python のスライシングと似ているんですが、ちょっとスライシング、Python で1から5ってやると、Python は1から4までになるんですね。で、マトラボだと1から5になる、最後まで入ります。これ Python だと4になりますね。で、こういうふうに、規則性のある数列を作りたいときには、こういうふうにできますね。で、2つ飛ばしの場合には1から10までで、これも、1から2つ飛ばすので3、3、5、7、1、3、5、7、9になります。で、ここの真ん中の数字を飛ばしたときには、これ1から5で、本当は1のコロンの1のコロンの5なんですけど、真ん中の1を省いたときには、1ずつというふうに解釈してくれるので、これは1ずつと思うんですが、この 2になるとこうなる。で、1、3、5、7、9って、この奇数だけ欲しい場合には、こういうふうなのを作る。
で、今度は逆順にしたければ、1、マイナス1の1、今度は1、9、8、7。そうすると、今度はここを10のマイナス2の1にすると、今度は2飛ばしなので、18、6、4、2みたいなのができますね。で、まあ、この演算子を作って、2位の数列をこういうふうに作れると。1から3から6、8から13みたいなのをこうやってやると、1、2、3で4、5を飛ばして、6で7を飛ばして、8から13みたいな数値が、数列を作ることができます。まあ、この演算子、ある、それほど難しくないので、まあ、使い方はこの最初の数字と最後の数字と、途中いくつ飛ばすかというですね。だからここからここが大きければ増える方向に行きますし、こっちから大きくて、こっちが大きくて、ここが小さくて、ここがマイナスであれば、減る方向の数列を作ることができます。でこれを使うと、これ、まあ、使い方を覚えておけば便利ですね。で、今ちょうどいいので、あと15分、まあ、これぐらいかな。すべての、あ、そうか、配列の要素の初期化、まあ、何度か使ってますが、0というのを使うと、ゼロスというのをやると、ゼロス3ってやると、マトラボは自動的にこれを行列だと思って、3×3 の行列を作ります。で、3.3 というと、明示的に3×3ってやると、3×3 行列になりますが、この上と下は同じものを出します。で、いいですよね。ゼロスっていうのは全部すべてが要素がゼロである。で、すべての要素が1であるというのは、ワンズという1、1の複数形ですね。それを2と4作るとかね。まあ、それもいいですよね。で、今度は、1じゃなくて、すべての要素が 17.43 であるようなものを作りたいとすると、ここのところに、7.43、これ 17.43 にしてもいいんですけど、プラス10にすると、この10が全部、ディストリビュートになって、これが 17.43 の 2×4 行列。で、あとは論理行列で全てトゥルーのやつも作れるし、あんまり説明してないんですけど、例えばデータの時に欠損値があったりする数値、例えば実験データで毎日夏休み の宿題で、温度を測れている、それで時々忘れちゃう時がありますね。そこをどうするかっていうと、それを、マトラボでは何という、ノットアンナンバーというですね、数値ではないと言ってますね。そこを欠損値の時にそこを空欄にするんじゃなくて、何というものでないですよということを明示的に教える、それを何と言いますが、その何というのを作ったりする。で、まあ、これいくつでもいいんですけど、これ相似、さっき3までやりましたが、 6次元の配列も作ることが、まあ、これ何次元でも適当な例なんで、こんなことです。で、ここまでで変数の説明をしましたが、ここで演習で、答えは皆さんのスライドには入れてないですが、すべての成分がゼロであるような30、まあ、ここを読んでやってみてください。こうですね。今やってみたのをちょっとこういうふうにいじって、なんかここら辺作ってみてください。まあ、全部1行か2行ぐらいでできるようなものなので、いいですね。ちょっとやってみましょうか。じゃあ、ここで演習にします。それでちょうど時間なので、あと10分ちょっとですね。演習終わったら、この授業、1時間目は終わりにします。じゃあ、これを、やってみてください。ここで、までで質問ないですか？大丈夫かな？わからないとこないですか？さっきのスライドちょっと見直しながら、この演習問題解いてみてください。マトラボでちょっとやってみてください。じゃあ、しばらく私オンラインにしてますが、とりあえず、1限目、これ演習にして、そのまま終わったら休憩にします。休憩というか終わりにします。それで、また4限に、30分ですね。この、ちょっと違うものの演習をやります。ここまで質問なければ、ここで終わりにします。終わりじゃないや。演習に行きますが、いいですか？はい、じゃあ演習にします。